ピーター・ビオーンジョーンは、スウェーデンのロックバンド。1999年に、スウェーデンの首都ストックホルムで結成された。スウェーデン中部のダーラナ出身のピーター・モーレン、さらに、北部のベステルボッテン出身のビオーン・イットリング、そしてさらに、北部出身のジョン・エリクソンの3人は、1999年から、一緒に演奏を始めていた。そして2000年、正式にバンドをスタート。 バンド名はシンプルにピーター・ビョーンジョンとした。別に良いバンド名が浮かばなかったからではなく、このバンド名こそが一番正しいと感じたからだ。バンド名ってなんだかちょっと変だよね。どうしてみんな普通に自分たちの名前をバンド名にしないのかなと彼らはずっと考えていた。最初、彼らはベースプレイヤーをバンドに加入させようと考えていたが、サン・イズ。 エクラウドという格言に従ってキーボードをプレイしていたビヨーンがベースも弾くことになった。2002年ホームレコーディングされたファーストアルバムピーター・ビヨーンジョンをリリース。プレスは優れた音のベッド、次のクラシックとアルバムに高評価を与えた。アルバムに収録のマッチメイカー、ピープルゼイノーといった曲はインディポップファンのお気に入りの曲となった。 ロンドンのレコードショップのラフトレードは今のスウェディッシュポップでこれほど素晴らしいものはないとアルバムを表した。2004年フォーリングアウトをリリース。シングル It Beats イ e リ v e r y Time はスウェーデンでラジオヒットを記録。翌年アルバムはアメリカでもリリースされオールミュージックは4点を5点の高評価を与え2005年に リリースされたアルバムの中でも限りなくベストに近いインディーロック。コンクレッツよりパンクでシャウトアウトラウドスよりもフランティックではない。そして UK の他のポストパンクバンドと同じくらいキャッチー、と評した。2006年、サードアルバムライターズブロックを発表。このアルバムはビヨンのストックホルムのフンシュトルにあるスタジオでレコーディングされた。 初めてバンド全員がソングライターとしてクレジットされ、全員がリードボーカルを担当した。シングル、ヤングフォークスは16週にわたり、スウェーデンのナショナルレディオステーションの P3 で A ローテーションに入り、アルバムもヒットを記録。その流れを受け、イギリスではウィチタと契約。8月7日にヤングフォークスはリリースされ、トップ40ヒットを記録。こうしてこのキラーチューンは、 ヨーロッパ全土に広がっていった。なお、この曲での女性のボーカルはザ・コンクリートのボーカリスト、ビクトリア・バーズマン。アルバムは8月14日にリリースされ、NME で9、10件を獲得するなど、大きな評価を得た。ライターズブロックからシングルカットされた、ヤングフォークスがサントリー缶コーヒー、ボスレジェンドブレンド伝説の香りの CM に使用された。ギミサムから、 シングルカットされた、セカンドチャンスが、ベーシットコム、NY ボンビーガールの主題曲と BGM として使用された。ありがとうございます。